イッチは再婚相手の夫の連れ子のことを本当の子供のように可愛がっていた。しかし、連れ子は義理の母であるイッチに懐かず暴言や暴力を振るうようになる。本当の親である夫は子供に甘すぎて、態度が悪い子を注意するどころか、イッチの態度が悪いと責めてくる。ある事件をきっかけに、堪忍袋の尾が切れたイッチは連れ子と夫に復讐を決意することとなる。温厚なイッチを怒らせたある事件とは？また、夫と息子の哀れな末路とは？息子から卒業式を欠席するなと怒りの電話が来たので私には息子はいないと告げた結果。手塩にかけて育てた血の繋がってない息子を捨てた話なんて聞きたい人いないかな？血の繋がってないということは養子？大事に育てたのに捨てる選択をしてしまったのには何か理由があるのかな？気になってくれる人たちがいそうなので、ぜひ、吐き出させてほしい。ことの始まりは、会社の上司だった男性に恋をしたのが始まり。私は上司に猛アタックした末にやっと振り向いてもらえて恋人関係になった。上司には亡くなった奥さんがいて、奥さんとの間には幼稚園に通う男の子がおり、普段は上司の実家の助けを借りながら子育てをしていたそう。私は上司と結婚する気があったので、その男の子と積極的に遊びに出かけたり、おもちゃやおやつを買い与えたりしてなんとかその子と仲良くしようとした。しかし、私ではその男の子の心を開くことができず、話しかけても、スルーされたり無視されることが多かった。なので、その男の子とは気まずい関係だったけど上司との交際は良好で、ついに上司からプロポーズをされた。その男の子が私に懐いていない状態で上司と結婚するのは少し気が引けたけど、上司からこの子の母親になれるのは私しかいないと力説されて折れるように結婚。それにより、私は戸籍上その男の子とは親子という関係性となった。夫から専業主婦になって家事や息子の世話をやってほしいとお願いされて、息子と仲良くなるために仕事を辞めて、一緒の時間を過ごすようにしたんだ。息子は私に気を使っており、家事のお手伝いもするし、わがままを言わない上に自分のことは自分でする、とにかく手のかからない子だった。その時の夫は仕事が忙しいながらも私たちを遊園地や動物園などに、休みの日には必ず私たちを連れて行ってくれるほど家族サービスを積極的にしてくれた。今思えば、まだ家族としてはぎこちないながらもその時が一番幸せだったと思う。それから、息子が中学校に入るまでは特に家族間で大きなトラブルはなかった。しかし、息子が中学校に入り、少しやんちゃなグループとつるみ始めたことで、家族の関係性が大きく動くことになる。中学生になった息子は、スーパーで盗みを働いたり、気の弱いクラスメイトへ嫌がらせをしたり、先輩の鼻の骨を折るほどの大喧嘩をするなどトラブルが絶えなかった。息子がトラブルを起こすたびに私が借り出されて、息子の被害者へ謝罪と損害賠償の支払いをして、いろいろ終わった後、家で息子に説教するのがルーティン。本来であれば実親の夫が息子を叱るのが一番角が立たないんだけど、夫は息子に嫌われたくないってことで息子に怒ることはほぼなかった。なので、息子を叱るのは私の役目となった。いつも口うるさく注意してくる私に対して息子は徐々に、うるさい。本当の親じゃないくせに。他人にどうこう言われたくない。など、私のことを拒絶するようなことを言ってくるようになった。精神的にかなりこらえたけど息子は思春期なので、この反抗期さえ乗り切れば、息子とは本当の親子のように仲が良くなることを願って耐えた。でも、待てども息子の反抗期は収まらずそれどころか私が息子に叱った際に、息子は口答えだけではなく物に当たったり、ひどい時は私に暴力を振るってくるようになった。中学生になった息子は同級生と比べると身長もがたいも大きめなので、身長が低く、運動が嫌いな私ではとてもじゃないけど太刀打ちできなかった。そのため、夫に息子への対応をお願いしたんだけど。そもそも、息子がああなったのはイッチの教育が悪かったからだろ？責任持って最後まで息子の面倒を見てやってくれよ。と言って、最後まで息子の対応を私に押し付けてきたんだ。息子の反抗期は高校生になっても収まる気配がなかった。それどころか友人たちと遊ぶお金欲しさに私の財布からこっそりお金を抜き取っていた。その頃には息子の暴力や暴言が怖くて、息子を過去のように叱りつけることが難しく、お金を盗んでくる対策として、財布にお金を入れないようにするしかなかった。そんな矢先に、とうとう事件が起きてしまった。ある日、息子がいつものように私の財布からお金を抜き取ろうとしたところ、千円札一枚すら入ってなかったことに頭に血が上ってしまったみたい。その時に、息子は私が大事に保管していた母の形見の着物を引っ張り出して、それを質屋に持って行って安い値段で売ってしまったんだ。
質屋って未成年は物を売ることができなかったんじゃなかった？質屋で未成年は売ることができないと言われた息子は夫に頼んで、夫の名義を借りたとのこと。偶然にも私の着物を知っている知人が質屋で商品を見ている際に、私の着物が売りに出されているのを発見してすぐに私に連絡してくれてそのことが発覚した。そして、私はすぐに着物を買い戻して夫と息子がいる時間帯にそのことを問い詰めた。すると、息子は、そもそも専業主婦の帰省中のあんたが黙って俺に小遣いを渡してこなかったのが悪い。と、完全に開き直っていたよ。なので、私は、これは私の母の大事な形見の着物なんだよ。息子くんの卒業式や入学式に、着付けして出席していた大事なものなの。あなたが将来結婚した際も、そのお嫁さんに譲るつもりだったのよ。というと、俺の嫁にそんなダサいものを渡すなよ。いいか？お前と俺は血が繋がってないんだから。いい加減、母親ぶるのはやめろよ。息子はそう私に冷たく言い放ってきた。夫も、息子の言う通り、今時着物はいらないよ。息子に母親と認めてほしいなら息子の気持ちを理解してやれよ。と、息子と一緒になって私を責めてきた。息子と夫からの謝罪をもらえればいいと思っていたんだけど、息子と夫からの母親として認めてない発言を聞いた際に、私の中にある何かが切れた。その時から、私は夫と息子に対していつまでありいい母親であることをやめた。その後の生活は今まで通り家の家事はするけど、息子のことを注意することも叱ることもやめたし、お小遣いが欲しいといえば望む金額を息子に渡した。おかげで、家計は火の車だったけど息子が変に癇癪を起こすことがなかったので、比較的に平和に過ごすことができた。私は家族に黙って自立するために就職活動をするようになり、空いてる時間に浮気の証拠を確保するために更新所に夫の調査を依頼した。夫が浮気してるのはいつわかったの？夫の浮気疑惑が出てきたのは、今から数年前に夫のスーツから、ホテルの領収書が出てきたことから、当時は浮気していたとしても離婚は考えてなかったので完全にスルーしていた。でも、今回は離婚をすることを決めたのでできるだけ有利に離婚をするために、浮気の証拠は欲しかったんだ。夫は浮気相手にほぼ毎日会っているようで、証拠は数週間が経つ頃には集まった。そして私の就職先が決まり、家を出てから住む場所が確定したタイミングで、もう限界です。離婚してください。と、夫に静かに告げた。夫は最初こそ、息子のために離婚は思いとどまってほしいと言ってきたけど、自らの浮気の証拠の数々でグーの根も出なくなり、すぐに慰謝料を支払ってもらい離婚が成立した。夫との離婚が成立したということは息子とも関係が切れるということ。そのことを息子は、浮気ごときで離婚だなんてバカじゃねえの。でも、お前が出て行ってくれた方が好き放題できるからいいや。と、すっきりした表情で喜んでいたよ。私はその傍らで家を出るために黙々と引っ越し作業をしていたよ。そして、無事に荷物を新しい家に運び終えて、大した挨拶もしないまま夫と息子と最後の別れをして完全に家を出た。それから、私にとって久々に仕事するのは肉体的にしんどいところはあったけど、息子の暴力や暴言に怯えることがない生活は快適そのものだった。逆に夫と息子の住む家は家事をする人がいないため、徐々にゴミ屋敷へ変貌していったそう。その頃から夫からは、家の中が汚いし、一致の手作りご飯が恋しい。息子が言うことを聞いてくれないし、数日前に小遣いを渡したのに、また要求された。など、息子の愚痴と私に戻ってきてほしいという趣旨のメールを送ってきている。息子の方からは、あんたがいなくなって文句を言ってくる人間がいなくなって快適だ。仕事を続けるのがしんどいからって家にまた来るんじゃないぞ。と、夫とは逆に私がいなくなったことで快適に過ごしているとなぜか報告してきた。正直、どっちのメールも鬱陶しかったけどどちらも変に刺激をして私の新しい家の場所を探されても困るので、メールに対して徹底してスルーしていた。そして、ある程度時が流れて息子が高校を卒業したらしいんだけど、息子はなぜか、高校の卒業式に私が母親として出席すると思い込んでいたみたい。息子はわざわざ卒業式が終わったタイミングで私の携帯に電話をしてきて、息子の卒業式になんで出席しないんだよ。前にメールで日時を送ってやってただろ。こんなんじゃ、いつになっても親だなんて認めないからな。と、開口一番に言ってきた。確かに、今日息子が高校を卒業するのは息子からのメールで知っていたけど、夫と離婚した上に母親とは認めないという息子の卒業式に出席しようとは思わなかった。なので、私は思わず、離婚したから、もうあなたは息子ではないわよ。と、言ってしまったんだ。
私のその発言に息子は電話越しでもわかるほどに動揺していた様子。そして少し時間を置いた後に息子は震える声で、いや、親父が離婚しようともお前は俺の母親だろ、と言ってきた。息子の意外な反応に驚きつつ、私はあなたを産んだ母ではないけど、私なりに本当の子供のように愛していました。ですが、あなたは私のことを最後の最後まで母だとは認めてくれませんでした。それだけなら仕方ないと諦めがついたでしょうが、あなたは私の母の形見の着物を売ろうとしましたよね。その時にあなたの母であることを諦めたんですよ。私が言い終えると、息子は完全に言葉を失っていた。これ以上は時間の無駄だと思った私は息子に、もう、私はあなたの母親ではないので、親としての責務は本当のお父さんに頼みなさい。これ以上連絡してこないでください。と、言い残して、息子のリアクションを待たずに静かに電話を切った。それから息子から怒りの連絡がないけど、高校生とはいえ、母親のいない子供に、大人げないことを言ってしまったと思い、落ち込んでいる。ただ、初めて息子に心の内を話したので、どこかすっきりしている自分がいる。今までよく頑張ったね。これからは自分のために生きなよ。子供って、息子さんはもう大学生なんでしょ？世間一般では十分大人なんだから自分の行動や発言の責任を持つべきだよ。息子さん、元夫とうまくいってなくて一気が恋しかったのかしら？大事に育てた子供を捨てた私に優しい言葉をかけてくれてありがとう。ちなみに、息子と元夫は私が出て行ったことにより関係性が悪くなっているみたい。家事全般を担当していた家を私が出て行った後、元夫と息子は互いに家事を押し付け合っている様子。打開策として、浮気相手に家事をさせようとしたようだけど、家事に口は出すけど手は出さない二人に愛想づかしてすぐにいなくなったみたい。なので、現在は元と目がほぼ毎日家に通って二人分の家事の世話をしているとのこと。なぜ、そのことを知ったかというと、元と目がその生活に限界を感じ始めて、前の嫁である私に SOS の連絡をよこしてきたから。ちなみに、息子はもともと勉強ができてスポーツ万能な子だったんだけど、高校生の時の素行の悪さと、勉強をしてなかったせいで受かった大学は F ラン。私が家を出る前まではなんやかんやで有名どころの大学を受験するはずだったので、元と目からそれを聞いて、驚いていたよ。一致を非難するわけではないけど、話を聞けば聞くほど、諸悪の根源は元夫やな。もしかして、息子さんは本当に一致に会いたかったのかもしれないな、家事係として。数年前であれば、家事係であろうとも息子が困っていれば率先して家に行くと思うけど、今の私は息子が私に謝罪したいと言ってきても何も心に響かないと思う。いろいろ話を聞いてくれてありがとう。みんなのおかげで少し気持ちが落ち着いたのでこれにて失礼するね。こうして、一致は息子との決別話をすれに書き込み終えて、少しスッキリした様子でスレを後にした。それから数年の月日が経ったある日、一致は再びスレに戻ってくることになる。一体一致の身に何が起きたのだろうか？数年前に夫の連れ子である息子を離婚と同時に捨てたんだけど、つい最近、その息子と偶然再会したんだけど、誰か話を聞いてくれないかな？もしかして高校の卒業式に電話をかけてきたって話の人？まさか前の書き込みを覚えてる人がいるとは思わなかった。元夫たちの住む家の家事の SOS 連絡が元嫁からたまに来るくらいで、私は仕事と自分への投資に勤しんでいたけど、職場の男性に告白されて流れるように交際。その後、交際中に私の妊娠が発覚してその男性と再婚した。新しい夫もその後両親も罰がついている私を心よく受け入れてくれて、無事に私は女の子を出産して本当の意味で母親となったよ。子育て自体は2回目だったけど、新生児の扱いは初めてで、何もかもが手探りで夫も私も育児に余裕がなかった。でも、少しずつ育児に慣れてきたことで私の中に余裕が出始めた頃、娘の寝顔を見ていると、小さい頃の息子のことを思い出すようになった。この3月でうまくいっていれば息子は大学を卒業するので、いいところに就職できているといいなぁくらいに思っていたんだ。そんな矢先、家族で近くのショッピングモールで買い物をしている時に、後ろから声をかけられたのでそちらに顔を向けるとその相手は息子だった。その後ろには息子の彼女と思われる女性がおり、私に向かって会釈をした。その女性のお腹は大きくなっていた。情報が追いつかずフリーズをしていると、息子は私と少し話をしたいと言ってきた。私は息子たちが結婚の報告をしたいだけだと思い、断ったんだけど、息子は、親になる自分へのけじめとしてどうか少しだけでもいいから話を聞いてほしい、と、懇願してきた。
息子にかつてのような悪意は感じられなかったので夫に娘を預けて喫茶店で息子と話をすることにした。息子は席についてすぐに、今まで自分勝手なことばかりしてエッチさんを傷つけてしまって、本当に申し訳ありませんでした。と、土下座をする勢いで謝罪してきた。あの息子が私に謝罪してきたことに唖然としていると、息子は私が家を出て行った後のことを話し始めた。息子は実は私のことをずっと前から母親だと認めようとしていたらしい。でも、元夫が、イッチはただの家政婦として結婚したんだから母親だと思わないように。と、息子に私にあまり懐かないように言っていたらしい。また、私に専業主婦になってほしいと言っていたのは共働きだと家事を分担しないといけないからで。家族でいろんなところに遊びに行っていたのは、世間体を気にしてやっていただけだったみたい。息子は本当の親である元夫に見捨てられたくなくて私に懐かないようにしていたみたいだけど、思春期に入るにつれて素直になれなくなって私に辛く当たることしかできなくなったそう。あと、その時初めて知ったんだけど、着物の一件は元夫が仕組んだものだったみたい。元夫は浮気相手と遊ぶ金欲しさに着物を売ったお金を何割かもらうつもりで、息子に名義を貸していたらしい。完全に元夫が悪者やったんか。じゃあ、一致が見捨てたタイミングで息子は改心したんか。息子の中では離婚したとしても私は自分を見捨てられないと思っていたみたい。なので、息子は高校の卒業式にも本気で私が出席するものだと思っていたそう。しかし、私が来なかったので、最初は忘れていたのだと思い怒りの電話をして、その際に初めて自分が私に見捨てられていたと思い知らされたとのこと。その後、息子はあれに荒れて受かった大学にもまともに行かずに中退。そして、先輩のつてで就職先を紹介してもらい、働き始め、あの奥さんと出会い、流れるように結婚したそう。そして、間もなくして奥さんの妊娠が発覚するも、息子は自分が親になるのが怖くなり、初めて奥さんに自分の過去に私にやったことや悪用を洗いざらい話したらしい。奥さんは、あなたがお母さんにひどい仕打ちをしたことは消えないし、許されることではないわ。でも、お腹の子の父親はあなただけなのよ。お母さんに申し訳ないと思う気持ちがあるならあなたのお母さんに愛されたように、あなたもこの子を愛してあげてほしい、と、息子に言ったみたい。息子はその時にやっと父親として子供を愛する覚悟を決めることができたらしい。息子は話の最後に、イッチさんが俺にしてくれたようにしっかり父親としてお腹の子を大事にします。今日は僕の自己満足のために時間をいただきありがとうございます。イッチさんも新しい家族とどうぞお元気で。と、穏やかな表情で私に言ってから喫茶店の外で待っていた奥さんの元に帰っていった。息子のその後ろ姿を見て純粋に応援したかったけど、その姿に号泣しすぎて息子に何も言ってあげられなかったよ。申し訳ないけど、私ももらい泣きしてしまった。息子さんはいろいろあったけどいいパパになるために頑張ってほしいね。元夫は今は一人暮らししてるってこと？それから、今の元夫のことも息子から聞いたよ。息子が家を飛び出してからというもの、元夫は新しくパートナーを探し始めたようだけど、40代後半のデブで加齢臭がきついおじさんには元夫の希望の若い女性は寄りつかなかったみたい。元夫に興味を持ってくれた女性はいたみたいだけど何回かのデートを重ねた末に、元夫の貯金を持って逃走してしまったらしい。その後、元夫はお金を持ち逃げした女性を探して会社を休みがちになり会社をクビに。そして、元夫はその女性を見つけてお金を返せと付きまとったようだけど、実はその女性は違う人だったようで不審者扱いで警察に逮捕されたみたい。お金がなくなった元夫は息子夫婦に援助と同居を要求したそうだけど息子は断固拒否して、口喧嘩の末に息子たちは絶縁を言い渡されたそう。現在、元夫は認知症になった元夫と足を骨折して要介護の元嫁と暮らしているらしい。元夫ざまあな結末やな。あとは一致のところに援助の要請が来ないことを祈るばかりやな。再婚してから携帯の番号を変えたし、前に住んでいた家とは距離があるので、大丈夫だとは思うけど、気をつけて生活するよ。話を聞いてくれてありがとう、娘がぐずり出したのでこれで失礼するね。こうして、一致は息子との再会時の話を書き込みを終えてすれから姿を消した。その後に一致の書き込みはないので今でも新しい家族と幸せに過ごしていると思われる。もしもあなたに一致のような夫と息子がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、今回の一致のように離婚した人が再婚した際に幸せだと感じる人が多いようです。